っと、あそこにいるのは。おい、ユイ。あ、パパ。ユイは何してるんだ？今はプレイヤーさんにこのゲームの遊び方を説明していました。遊び方を説明？はい、いわゆるチュートリアルというものですね。ああ、そうか。ユイはここだとチュートリアルキャラって扱いなんだよな。そうです。基本的にはチュートリアルを追わなくても遊べるように作られていますので、あまり出番はありませんが。けどユイのおかげでゲームをちゃんと楽しめるプレイヤーだっているはずだ。そう考えるとユイは立派な仕事をこなしているんだな。そう言われると嬉しいです。ですが、自分の役割において少し気になる部分もあるんです。気になる部分？商品の売り買いやクエストの遊び方など、私が説明する内容は多岐にわたるのですが、多くの説明は用意されているテキストを話しているだけに過ぎません。楽しさを伝える一方で、私自身はそれらを体験したことがほとんどないんです。なるほど。体験したわけじゃないことを伝えるのに違和感を覚えるわけだな。はい、私も実際に体験すれば。そんなことを考えていたのか。でも実際に体験か。やってみるというのは？クエストだよ。内容によってはきっとユイでもできると思うさ。もちろんユイが受けることはできないから、俺が受けたクエストを手伝う形になるけど。お手伝いですか。それなら確かにできそうですね。せっかくだからアスナも呼んで、みんなでクエストをやろう。ありがとうございます。わーい、クエスト頑張ります。ユイちゃん、クエストのお手伝いをしてくれるんだって？はい、任せてください。頼もしいな。それで肝心のクエストだけど、どんなのがいいと思う？ゆいちゃんに手伝ってもらえそうなものだと、引いて抜いて大収穫っていうクエストはどうかな？引いて抜いて大収穫？アイテム収集系のクエストか？うん、なんだか楽しそうでしょ。それに収集系ならゆいも協力できるよな。よし、そのクエストをやってみよう。じゃあみんなで頑張ってクエストをクリアしようね。それじゃあ早速行ってみようか。この畑が株を収穫する場所か。 NPC のおじさんからは規定数の株を集めてほしいって説明しかなかったね。数さえ満たしていればどんな株でもいいのかな。重量も指定されていないのであれば、数を満たせばクリアとなるはずです。でもそれだとちょっと面白くないよな。せっかくだから元気のいい株を集めよう。その方がおじさんも喜ぶだろうしさ。はい、そうしましょう。それじゃあなるべく葉っぱが元気なやつを狙ってった。あれ、あまり大きくなかったな。じゃあ私はこれなんかどうかな。おお、当たりだな。私も元気な葉っぱを狙って。ふわ、抜けました。すごい、ゆいちゃんの顔くらい大きい。やりました。やばいな、これは俺も負けてられないぞ。私ももっと大きいのを探してみせます。ゆいちゃん楽しそう。これからもゆいちゃんが手伝えそうなクエストを見つけてやっていこうね。なあ、いろいろなことを体験させてあげよう。こっ
わかった、今行くよ。さて、マナ娘はどんなものを見つけたのかな。うわー、でっかいの見つけたね。というか、本当にでかいな。葉っぱだけで推測すると、さっきの株の12倍ほどでしょうか。さすがユイだな、こんな立派なのを見つけるなんて。よし、ユイ、頑張って抜いてごらん。はい、やってみます。ママも手伝ってあげるね、ユイちゃん。よし、じゃあ俺も協力するぞ。いいぞ、この調子だ。もう少しで抜けそうですね。じゃあ掛け声をかけて力を合わせましょうか。なるほど、それで行こう。では行きますよ。いっせーの、抜けろ。力が株に勝ったんだね。力を合わせた結果だな。これならクエスト NPC のおじさんも大喜びですね。ご苦労様、ユイ。これでクエストクリアだね、ユイちゃん。思った以上に興奮するクエストだったな。土の中から野菜が出てくる時ってちょっとワクワクするね。どのくらいの大きさなのか引き抜いて初めてわかりますからね。パパ、ママ、クエストすごく面白かったです。これでチュートリアルの時の参考になったかな。はい、クエストの面白さをプレイヤーの皆さんにことができます。クエストは人と協力することで面白さが無限大に広がるものなんですね。ああ、それが MMO の醍醐味でもあるしな。私が経験したこの気持ちを多くの人にも感じてほしいです。きっとユイちゃんならみんなに楽しさを伝えられるよ。ユイのように実際に体験して楽しさを伝えるチュートリアルキャラなんて他にいないだろうしな。何事も経験ですね。あ、そういえば他にも自分では試したことがなくてわからないことがあるんです。なんだ、また一緒に経験してみるか。ぜひお願いします。それでわからないことって何？あのですね、メニューのずっと奥の方に倫理コード解除設定というのがあるんですが、その機能によってプレイヤーが得られるメリットがわからないんです。ですので可能であれば体験を。ダメ。それを体験するのはまずいんだ。ですが、何事も体験することで他のプレイヤーに。いいか、ユイ、よく考えてみろ。倫理を解除するということは世間一般的にはやっちゃいけないことなんだ。やってはいけないこと。そうそう、だからね、ユイちゃんにそんなことをしてほしくないな。なるほど、それはいけないことですね。せめて倫理解除をしたことのある人からお話を聞くだけでもいいのですが。もちろんパパやママはやったことはないんですよね。それはもちろんよ。それでは倫理解除については諦めます。うん、
たちでも体験させてやれることとやれないことがあるんだよ、ユイ。向こうで走ってるのってアスナか。おっと、お姉さん大丈夫？ごめんなさい。危ないから気をつけなよ。はい。大丈夫かアスナ？そんなに急いでどうしたんだ？キリト君、そんなに急いでいるつもりはないんだけど。もし急ぎの用事とかクエストなら何か手伝うけど。いいの。クエストに行こうとは思ってるんだけど、特別急ぎでもないから。それにそのこのクエストは簡単だし、一人でパパッと済ませちゃうから。そうなのか。あ、じゃあいいけど。そんなことないよ。ああそうだ、用事が終わったら一緒にカフェにでも行かないか。それはダメ。え？ほら、用事がいつ終わるかはっきりわからないから待たせちゃうと思うの。それじゃあまた今度にしよう。特別急いでないって言ってたけど、明らかに焦ってたよな。もしかすると何かを一人で抱えてるんじゃ。心配だな。後を追いかけてみよう。ここは牧場？アスナは NPC と会話中か。はい、わかりました。頑張ります。一応本当にクエストではあったみたいだな。牛さん、こっちよ。なんで走って向かってくるの？暴れ牛を牛舎に誘導してるのか。これこそ二人でやった方が効率いいのに、なんで協力を拒んだんだろう。でも一人でこなすつもりだとしたら、わざわざ手を貸すのも悪いよな。牛さん、この中に美味しい干し草があるわよ。だからなんで私に突進してくるのよ。呼ぶと私に向かってくるなら、逆にこの特性を利用しろってことかしら。私が牛舎の入り口に立って突進してくるところをギリギリで避けるとか。よし、それでもう一度やってみよう。なんかものすごい真剣だ。クエストのコツを必死に掴もうとしてるし。それにしてもこのクエスト、誰かから聞いたことがあるような。さあ牛さん、私はここよ。ギリギリまで粘って、さっとかわす。入った。これで一歩。さあ次はどの子を誘導しようかしら。終わりました、おじいさん。お嬢さん、ありがとう。ささ、これが牛の乳から作ったクリームだ。ついに。どうかこのクリームを町に住むゴードンという男に渡してくだされ。え？手伝ってもらった上に手間までかけて本当に申し訳ない。
しかしこの老いぼれの足では町に行くまでに一日かかってしまうもんでな。牛たちを置いて遠出はできんのじゃ。わかりました。このクリームを町に届けるんですね。ではゴードンによろしくと伝えてくだされ。はい。アスナのやつものすごいへこんでるな。大慌てだったと思えば次はへこんで。本当にアスナはどうしたんだろう。はあ、どうしよう。こんなのダメだよね。でも私我慢できない。アスナ、町に向かっているのか。追いかけないと。ああやって店の前でうなり続けてもう5分になるぞ。あの、すみません、黒パンください。はいよ、毎度あり。悩みに悩んで買ったのが黒パン。私でもやっぱり自分に嘘はつけない。あ、また走って。何がアスナをそこまで駆り立てるんだ。しまった、見失った。もしかしてフィールドに出たのか。ようやくこの時が。ん、アスナの声、こっちか。この味、この食感、まさに記憶していた通り。ううん、記憶以上だよ。SAO ではいろんなお料理を食べてきたけど、このクリームのせパンは忘れられない。もうでも仕方ないよね、クリームのせパンは別腹だもん。うんうん。さて2つ目いっちゃおう。別腹別腹。ああ、うんうん、別腹別腹。やあ。お取り込み中でしたか。あ、アスナ落ち着いて、今飲み物を出すから。はあ、美味しかった。見られるなんてすごく屈辱的。よっぽど食べたかったんだな、クリームのせパン。うん。そんなにコソコソしなくても、俺に言ってくれたら手伝ったのに。だってクリームのせパンのためにムキになる姿なんて見られたくないんだもん。確かに必死だったな、牛を牛舎に誘導するところとか。ごめん、アスナの様子がおかしかったから心配になって後をつけちゃったんだ。このクエストは町の女の子から牧場主のおじいさんの手伝いをしてほしいって頼まれるところから始まるんだけどね。その女の子が牧場では毎日美味しいクリームを作っているっていうのよ。それを聞いて、あの懐かしいクリームのせパンのことを思い出して、いても立ってもいられなくなっちゃって。この場所覚えてる？ああ、もちろん。アスナとクリームのせパンを食べた場所だ。ボソボソで美味しくない黒パンが、君からもらった一塗りのクリームですごく美味しくなったの。美味しいだけじゃない、あのパンはいろんなことを私に教えてくれた。何でもない一つのパンで私は前へ進むことができたの。アスナにとって
クリームのせパンは本当に特別なものなんだな。うん、大げさじゃないよ。だったらなおさら手伝ってくれって言ってくれればよかったのに。それは別に食い意地が張ってるなんて思わないぜ。そうじゃなくて、なんていうか、あの頃の私って、その今考えると恥ずかしいというか。恥ずかしい？もう私って生意気だったでしょ。なあ、確かにツンツンしてたよな。話しかけたらやられるみたいな感じで。そんな風に思ってたの？いや、例えだって。でもそっか、その頃のことを思い出してほしくなかったのか。だけどあの時のアスナも可愛くて俺は好きだけどな。本当にそう思ってる？あ、本当だよ。私もあの頃の君も今の君も大好きだよ。な、照れるな。そっちが先に言ったんですからね。それはそうと、あのクリーム本当はゴードンさんって人に届けなくちゃいけなかったのに。どうしても我慢できずに食べちゃったわけだな。おじいさんにもゴードンさんにも悪いことしちゃった。それならもう一度牛の追い込みをすればいいんだよ。え、またクリームをもらえるの？ああ、クラインがこのクエストのことを話していたのを思い出したんだ。あいつ間違ってクリームを届ける前に店に売っちゃったんだってさ。けどクエスト中は何回でも牛の追い込みにチャレンジできるみたいで、なんとかクリアしたって言ってたんだよ。そうなんだ。なあ、今度は俺も手伝うよ。だから一緒にクリームを手に入れようぜ。うん、ありがとう。でもよかった、これでゴードンさんにクリームを届けられるんだもの。またアスナが食べたりしないかしっかり見張っててやるからな。もう今度はちゃんと届けます。はい、ゴードンさん、牧場のおじいさんからクリームのお届けです。これは牧場のじいさんのクリーム。いや、小さい頃によくこのクリームでパンを食ったことを思い出すよ。あ、やっぱりパンにつけて食べるのが基本なのね。村を大きくするためとか言って俺はこうして町に出てきたけど、結局は何もできないまま、もう村に帰ろうかとも思っていたところだったけど、このクリームを食べたらなんかやる気が出てきたよ。あんたには感謝してる。じいさんによろしく伝えてくれ。これでおじいさんに報告すればクエストも終了かな。ああ、クリームは名残惜しいけど、ゴードンさんもあんなに喜んでいたし。名残惜しいならまた食べればいいじゃないか。え、だってクエストが終わったらもうクリームはもらえないんじゃ。いや、この後牧場のじいさんに報告すると町でクリームを売り出す流れになるんだよ。そうすればいつでもクリームのせパンを食べることができるだろ。町で売り出す？うん、そう聞いたけど。それを早く言いなさいよね。さっきクエストを受けてる間だけ牛の追い込みがチャレンジできるって言ってたじゃない。そう言われたらクエストをクリアするともうクリームは手に入らないって思うのが普通でしょ。それは申し訳ありませんでした。まったく。アスナさん、ごめんね、なんだか懐かしくなっちゃったの。私たち昔はよくこんなやりとりをしていたじゃない。君はゲームの常識を知り尽くしてて、私はゲームを始めたばかりだしわからないことだらけで、だから君にとっては普通に思えることが私にとっては驚きの連続だったの。その度にびっくりして今みたいに早く言いなさいよって。ああ、そういえばよく言われていたかも。私に対する反応もあの頃と一緒だったよ。これは多分条件反射みたいなものだと思う。え？それだと
まるで私が怖い女の子みたいな感じじゃございません？いえ、決してそのようなことはありません。面白い。なんだか本当に昔の私たちみたいだね。ああ、そうだな。クリームを乗せた黒パンはこうしてたくさんの思い出を運んでくれる。美味しい食べ物はゲームの中にたくさんあるけど、あのクリームのせパンはそれだけじゃないんだよね。思い出のクリームのせパンか。ねえ、クエストが終わったら一緒にパンを食べようよ。ゆいちゃんやみんなも呼んで、それで今度はみんなとの新しい思い出のスタートを切ろう。いいね、今日はクリームのせパンパーティーだな。うん。アスナの意外な一面やSAO での思い出の数々が、安くてクリームをつけなきゃ味気ない黒パンでも。シリカにピナ、どこかに行こうとしていたところか。はい、戦闘の立ち回り方を復習しておこうと思いまして。立ち回りか。ソードスキル後の硬直とかはしっかり覚えておいた方がいいもんな。あのよければ一緒にフィールドへ行きませんか。なあ、別に構わないよ。協力できることがあればさせてもらうよ。ありがとうございます。おお、ナイス連携。うまくいきました。相手との間合いとスキルの硬直時間がバッチリ計算されていたな。ピナは本当にシリカ思いだな。こんなにピナと心を通わすことができて、シリカが優しいからだよ。あ、そうだ、この先の森に生息するモンスターのこと知っていますか。モンスター？見た目は鹿みたいな子です。この前餌のアイテムをあげてみたら美味しそうに食べてくれたんですよ。へえ、シリカはモンスターに好かれているな。せっかくですからその鹿を見に行ってみませんか。ああ、いいよ。俺も餌をあげたら食べてくれるかな。優しい子たちですからきっと大丈夫です。モンスターがいるのはこの辺りか。そうです、きっと木陰に隠れて。あれがそうか、非アクティブのモンスターなんだな。はい、なのでこちらが攻撃しない限り襲われることはありません。そもそもあんな可愛い子を攻撃するなんてできないですけど。そういう気持ちがテイマーとしては大事なんだろうな。よし、それじゃあ早速餌をあげてみるかな。私がいつも持ち歩いているナッツをお分けします。ピナも大好物なんですよ。もしかしたらこのナッツで懐いてくるかもしれません。そうしたら私とビーストテイマー仲間ですね。もしそうなったらシリカにいろいろ教えてもらうよ。戦闘を見ていただいたお礼にいくらでも教えちゃいます。よし、ナッツをオブジェクト化して。ほら、うまいぞ。あれ、食べる気配がないな。もしかすると警戒しているのかもしれないです。
ほら、安心しろって。で、鹿料理って何が有名だっけ？食べる気満々じゃないですか。ちょっと気になっただけだって。それにしても餌を食べに来てくれないな。私が試してみましょうか。この前は普通に食べてくれましたし。そうだな、ちょっと頼むよ。では餌を出してっと。さあ餌だよ。大丈夫、怖がらないでこっちにおいで。おお、シリカに寄ってきた。はい、食べていいよ。見てください、食べてくれました。すごいなシリカ、さすがテイマーだ。よしよし、まだ餌はいっぱいあるからね。ひょっとするとテイムモンスターを連れているプレイヤーはモンスターと友好関係を築きやすいとかあるのかな。おっと、一匹だけじゃなくてこっちにもいたのか。お、まだ出てくる。おいシリカ、鹿がどんどんそっちに行くぞ。え、どんどん？って、なんか私囲まれてる。はぁ、シリカは本当にモンスターに好かれているな。そんなことを言っている場合じゃないです。助けてください。助けてって、こいつら今はアクティブ状態じゃないし安全なはずだけど。安全かもですけど、ある意味安全じゃないんです。いやー、お、ピーナ、何するんだ、なんで俺の顔に張り付いてくるんだ。結局餌を地面にばらまくことでなんとか抜け出せました。機転を利かせたな、見事だったよ。あの子たち、よっぽどお腹が空いていたのでしょうか。いや、シリカはやっぱモンスターに好かれているんじゃないか。思っていることが通じるというか、そんな気がする。思っていることが通じるですか。あ、そういえばピナはなんでご主人様がピンチだっていうのに俺にまとわりついてきたんだ。私を助けてくれたんです。え、ちゃんと私たち心が通じているんです。ピナ、ありがとうね。なんで俺の顔を隠すと心が通じているんだ。どうしたフィリア、うな、エンペラーソードのことでね、やっぱ残念だなって。クエストの内容や難易度からそれなりのものが手に入ってもおかしくなかった気がしない？まあそれはな。納得がいかないっていうのも合わさって、
残念な気持ちが収まらないんだよね。納得がいかないか。実は俺も気になる点がいくつかあるんだよ。気になる点？フィリアがボスに紋章を手渡した時、これで忌々しい剣が破壊できるって言っていただろ？うん、言ってた。忌々しい剣っていうのはエンペラーソードのことで間違いないと思うんだけど、問題はなんで紋章を渡したのに剣の話が出てくるのかってところだ。紋章を渡したのに、確かにそうだね。ひょっとするとさ、紋章ってエンペラーソードを手に入れるための鍵なんじゃないかな。なあフィリア、もう一度あの宮殿を調べてみないか。実はあの宮殿の中にはまだエンペラーソードが眠ったままかもしれない。そういえば王家の紋章はまだアイテム欄の中に残ったまま。ねえ、手に入るかな？可能性はある。諦めずに探してみようぜ。そっか、諦めたらそこでおしまいだよね。よし、それじゃあ探しに行こうか。お、元気になったな。元気がなくちゃレアアイテムは探せないからね。なら早速みんなを集めようぜ。こっちは怪しいところはなかったよ。こっちもこれといった収穫はなしね。あとはもう例の宝物庫だけだな。そういえば前に来た時って宝物庫の前で紋章が光ったんじゃなかったっけ？でもあの時宝箱は全て調べましたよね。普通のアイテムやコルしかなかったんだよな。部屋の中も目立って何かがあった記憶はないけど、念のためもう一度見に行ってみよう。どうだみんな、別に宝物庫の中も怪しいところなんてないだろ？そうだね、宝箱も空っぽのままだし。全部開けて調べたからな。隠し扉とかないかな？ちょっと調べてみる。やっぱりエンペラーソードって話に出てくるだけなのかな。他のクエストに続いているってことも考えられるけどな。だとしたらそれはそれで面白そうだね。前に紋章が光ったことを考えるとこの部屋が一番怪しいんだけど。あ、また紋章が光り出した。本当か？やっぱりこの部屋に何かあるのかな。壁を動かすような仕掛けがあるとか。仕掛けか。確かに今までクエストの中でやたらとトラップが出てきたからな。だね、エンペラーソードも何か仕掛けの先に隠されていたり。床が急に。大丈夫かみんな。なんとか大丈夫。急に床が抜けるのは卑怯だよ。まさかここにもトラップが仕掛けられているとはな。みんなあそこ見て。ん、どうした？あの剣、エンペラーソードだよね。え、本当？おお、フィリアやったな。やっと見つけた。こんなとこに隠してあったんだね。さあフィリア、エンペラーソードを。うん。
動けない。あーごめん、下敷きにしちゃってた。やったね。ご機嫌だなフィリア。だってやっと巡り会えたんだもん。やっぱ嬉しいよ。でもなんで今回は見つけることができたのかしらね。それは多分前は俺一人で部屋の中を調べたからだよ。おそらく紋章を持ったプレイヤーが部屋に入ることで仕掛けが作動するようになっていたんだろうな。はあ、なるほどね。でもそれってつまりエンペラーソードを手に入れてからボスを倒しに行くのが本来の流れだったんじゃない。あ、黙った。確かにボスと戦っている時ちょっとタフだなとは思ったんだよ。剣があればサクッと倒せたのかもね。まあでもあえて剣を使わないで倒すとかあんたらしくていいじゃない。俺には最高の武器がある、それは仲間だみたいな感じでさ。フォローされているのか茶化されているのかわからないんですけど。キリト、この剣は預けるね。あ、俺が？だって諦めないで宮殿をもう一度探そうって言ってくれたじゃない。いや、まあそうだけど。それに私はこうして見つけることができただけで大満足だし、何よりもものすごく欲しそうな顔をしてるよ。え？だからみんなからのプレゼントだと思って、他のみんなもそれでいいって。 ありがとう。それじゃあこの剣は俺が預からせてもらうよ。その剣を使って今度は私の武器が手に入るクエストを手伝ってね。私もエンペラーソードよりも強い武器が手に入るクエストないかな。おい、あちゃー、みんなの手伝いをするとなると今回のクエストよりも大変そうだね。本当にな。でもそれだけの価値はあるよ。みんなで見つけたエンペラーソードにはさ。うん、よし、この剣でゲームの攻略を進めてみせるよ。よっ、ストレア。キリト、ナイスタイミング。これからパーティーをしようと思ってたの。準備手伝ってくれないかな。パーティー？うん、みんなテストお疲れ様パーティー。あ、そういうことか。ユウキや俺たちもようやくテストから解放されたからな。ごめんね、本当は一人で準備しようと思ったんだけど、あれこれ用意してたら間に合わなくなりそうで。いいって、手伝うよ。みんなで盛大に盛り上がろうぜ。うん。はあ、満腹だよ。今回一番の主役なんだから遠慮するなってリズたちにいっぱい食べさせられていたものね。みんなの方がむしろ遠慮してやれよって感じだったよな。ここでは太らないはずだけど5キロくらい体重が増えてる気がする。パーティー面白かったね。次はテストの採点が戻ってきた時にやろっか。じゃあそれまでにお腹を空かせておかなきゃ。テストの出来は上々だったんだろ。うん、アスナが教えてくれたんだもん、当然だよ。そんなことない、ユウキが頑張った結果だよ。僕が頑張れたのはアスナやストレアがいてくれたから。私も僕のこと心配してくれて
いっぱい遊びに連れて行ってくれたんだよね。わかんない。私はみんなが楽しくなればいいなって思っただけだもん。だとしても僕はすっごく嬉しかったよ。そっか、ならよかったかな。アスナも僕に付き添って勉強を教えてくれて本当にありがとう。アスナじゃなきゃ僕こんなに頑張れなかった。勇気、真剣に僕の勉強を見てくれたでしょ。だから僕も真剣に取り組めたんだ。それでね、実はアスナに渡したいものがあるんだけど。え？これストレアに協力してもらって作ったの。それってフラワーアレンジメントか。私たち華道部だもんね。アスナは僕のために一生懸命頑張ってくれたよね。だからテストが終わったらちゃんとお礼が言いたいなって思ってたんだ。受け取って、アスナ。私のためにこれを。うん、嬉しい、ありがとう。こちらこそありがとう。アスナ喜んでくれたね。よかったな、アスナ。作っても爆発したみたいになっちゃったもんね。あーこら、失敗した時の話はいいよ。あ、今この瞬間ってすっごい青春じゃない？青春か、確かにそうだな。やっぱり青春っていいね。あったかい気持ちになるもん。うん、もっともっと青春したいね。青春はまだ始まったばっかりだよ。みんなでいっぱい青春しようよ。難しいんだよね。大丈夫大丈夫、ゆっくり覚えよう。勉強か。二人とも熱心だな。だってもうすぐテストだもんね。あのね、実は僕も SAO 機関車学校のテストを受けることになったんだ。へえ、そうなのか。だからこうしてアスナにテスト勉強を見てもらっているんだけど、やっぱ勉強って難しいね。でも勇気すっごい頑張ってるよ。何事にも一生懸命だもんね。自分で受けるって言い出したからには全力でやらないと。アスナとは学年が違うから別のテストを用意してもらえるんだって。なるほど。勇気、あ、今見せてあげるよ。国語はこのページからこのページまで。おお、結構広いんだな。でも勇気は国語が得意だよね。うん、こう見えても読書家だもん。あれ、誰か来たみたいだよ。誰だろうな。どうぞ。やっほー、みんな何してるの？あ、よう、ストレアか。やっほー。今ね、アスナと勉強中なんだ。勉強？
今度テストを受けることになったからアスナに教えてもらっているところ。へえ、面白そう。面白い？辛いだけだって。それは日頃からちゃんと勉強をしていないからだよ。正論すぎて言い返せない。ダメだよ、学生たるもの日々勉学に精進しないと。心がけます。学生ってみんなで勉強したり運動したり遊んだりして過ごすんだよね。いいなあ、私も学生してみたい。授業とか厳しいわよ。平気平気、私勉強得意だもん。本当？それじゃあこの問題ってわかる？どれどれ？簡単簡単。その正解。本当にすごい。一瞬でわかるんだ。こう見えても私演算は得意ですから。そんな特技があったのか。考えてみたら、それは AI だから演算が得意なのは当たり前じゃないか。あ、バレた？ねえねえ、それよりどう？これで学生になれるかな？学生どころか先生になれそうな気がするけど。先生も面白そうだね。でも今なりたいのはみんなと同じ学生かな。ストレアがクラスメートなら楽しそうだよね。クラスの男子が黙ってなさそう。なんで俺を見ながら言うんだよ。女子高生姿のストレアはきっと綺麗だよ。女子高生か、いい響きだね。いい響きかどうかはちょっとわからないけど。あー、女子高生してみたいな。勇気が言ってたように形から入ってみるのはあり。形？それって制服を着ろってこと？そうそう。待て、普通に考えたらここに制服なんてないか。裁縫スキルがほんと高ければ制服みたいな服も作ることができるんだけど。 ALO では私がみんなに制服を作ってあげたよね。けどさすがに今ここでは作れそうにないかな。何をすれば女子高生を体験できるかな。学生だから、例えば青春っぽいこととか。知ってる、河原で殴り合うやつだよね。なんだよその例え。それは男の子の青春のイメージかな。そうね。だったら恋愛とか。恋愛か、なるほど。ん？俺をじっと見てどうした？だって恋愛でしょ。ここに男の子は一人だし。他には友情とかもあるよね。友情、友達ってこと？一緒に遊んだり時には助け合ったり。なんかそれパーティーメンバーみたいだね。実際そうだと思うぞ。みんなで共通のことをして思い出を作ったりしてさ。ねえ、それなら勉強の息抜きにみんなでクエストでもやらない？あ、それいいね。ずっと行きたいクエストがあったんだ。じゃあやろっか。友情を深めるって意味も込めて。友情を深めるってなんかすごく青春っぽい。もちろん君も付き合ってくれるよね。まあ特に何もないし付き合うよ。よし、それじゃあ一緒に青春しよう。それじゃあ始めよっか。こっちは準備 OK。 青春しよう。よし行こう。なかなか手ごわかったね。でも楽しかった。みんなで協力して楽しめるクエストだったでしょ。うんうん、まさに青春だね。よかったねストレアさん。それじゃあ町に戻ろうか。あ、見て見て、向こうに綺麗な湖があるよ。わあ、本当だ。ねえ、あそこで遊んでいかない？
湖に入るってこと？もちろん、みんな行こう。あ、おい、気持ちいい。本当に飛び込んだよ。それやって面白いね。ちょっと勇気、冷たくて気持ちいい。水、勇気、行くよ。やったな。よし、僕だって。俺たちも行こうぜ、アスナ。これも青春ってやつだろ。なるほど、これも青春のためよね。うん、よし、行くわよ。アスナも入りたかったんだな。うわー、水が綺麗で気持ちいい。だよね。でもこうするともっと楽しいよと。冷たい。やったわね。甘い甘い。えい。あ、後ろからなんて卑怯だよ。僕アスナの味方だもん。2対1は卑怯。それじゃあ俺はストレア側につくぞ。それでも負けないもんね。ユウキ、2人をビシャビシャにしちゃいましょう。うん。それじゃあ私も本気でいっちゃうよ。よし、戦闘開始だ。楽しかったね。みんな思いっきりはしゃいでいたよな。一番はしゃいでたのは君じゃない？え、そうか。最後は3対1になったのに、一人になってもずっと戦い続けていたもんね。まあ負けるのは不本意だからな。クエストで協力し合って、湖で遊んで、まさに青春だったね。みんなが一緒だとクエストをやるだけでもいろんな思い出ができるよね。それじゃあまた今度みんなで一緒にクエストをやろうよ。賛成。じゃあそろそろ町に戻ろうぜ。アスナ、どうかしたか？え？ううん、なんでもないよ。またやりたいね、こういうこと。やろうぜ、他のみんなも呼んでさ。